めちゃめちゃ含まれてます。これはね、20代の頃に僕自身がイタリアのねミラノから出発してずっとこう南までずっと旅をするっていう経験をしてるんです。でその時得た経験は今回の FF15 の主人公たちの旅にとても生かされています。ただまあロードムービーの映画なんかはなんだろうな、当然みんな見ているし好きだから、そういう中で、そういう中で例えば僕自身だったらロード・オブ・ザ・リングっていう映画は大好きだしね、そういう中からいろいろとインスピレーションを受けている部分ももちろんあるとは思います。ファンのものでもあり、これからファンになる人たちのためでもある、どちらもしっかりと満たすっていうことを目標にしてやってきたので、そうだな、どちらのものでもあると思います。まあ、FF っていうそのフランチャイズがいろんな問題に直面するのはもうその、まあ、毎回毎作そうなので、その度にいろんなことを乗り越えなきゃいけないっていうふうに考えて、常に危機感を持ってFF の開発っていうのは行われていますね。でも今回15で業界を背負ってとか日本の RPG をなんとかしなきゃいけないとか、そういう何か目的意識はないですけれども、ただ FF が今の世代のゲーム機でちゃんと RPG のトップの座にいるっていうのをもう一度ちゃんと実現したいと思って取り組んでたのは間違いなくあります、はい、でもそれはね、その王者になりたいということじゃないんだよね。そういう今の FF よりも強力なその他のウエストのゲームがたくさんあるからこそ、そこに挑戦するっていうのが僕らは重要だと思って、その挑戦者として、ゲーム作りをするっていうことが重要だと思ってやってました。そういう意味でですね、はい。 May the gods forgive me。僕はユーザーとしても開発者としてもすごく興味のあるコンセプトです。なので、もっともっと皆さんと同じだけども、もっともっとどんなことがあれでできるのか知りたいなっていうふうに思ってるところですね。スイッチで、そうだね、スイッチだからこその何か僕らが作るゲームっていうものがあるのならば、それをぜひ挑戦してみたいなと思いますね、はい。